こんにちは、無法です。皆さん、お元気でしょうか。今日8月11日ですけれども、毎日暑い日が続いています。まあ、その分、安泰寺の畑ではトマト、キュウリ、ナス、ピーマンなどが元気に育って、田んぼも稲の成長は順調です。安泰寺では、猛暑なほど作物はよくできるんですね。そしてまあ冬の間よく雪が降るので、夏になっても水が足りないということはまずないですね。生活水の心配もありません。今日は皆さんに、希望の光というこの本を紹介したいと思います。先日福音宣教という雑誌と一緒に送られてきたんですね。で、最初は怪しげな信仰宗教じゃないかなと思ったんですね。結構私のところに、信仰宗教の書物が送れてこられたり、あるいはまあ、うちの集会に参加してみないかと誘って、もらったりします。まあ、私の本に迷いという字がつくというのが、悪いかもしれないですね。と言いますのは、もう日本に来て26年、経ってますけれども、26年も、お寺で修行しているのにまだ迷っている。ならばうちらの、宗教に来て早く救われなさいと、まあそういう、ご心配をかけているようです。信仰宗教の方々に、もったいない、うちらの神様を信じれば救われるのにと。まあ信仰宗教だから悪いわけではないですね。仏教もキリスト教も元といえば信仰宗教です。2500年前のお釈迦様が菩提樹の下で悟り開いた時には36歳だったんですね。説法を始めて旅を始めた時には、まあ、周りのバラモンの人たちからは怪しげな信仰宗教を抱いた一人だと思われたんでしょうし、2000年前のイエスも全く一緒だったと思いますね。当時は信仰宗教だったんです。ですから宗教が新しければダメだというわけではないんですね。ただ安易に救いとか、悟りを約束する、それに、まあ、私は、まあ、警戒を持ってますね。私の、まあ、本を読んでもらえば分かるように、私は迷いを、決して悪いものだと思ってないんですね。逆に下手に自分は悟ったつもりになるよりも、自分の迷いをはっきり自覚した方が、よほど健全だと思っているので、今更、禅をやめて信仰宗教に入ろうという思いは全くないんです。ですからこの希望の光という本を最初に手に取った時は警戒しましたけれども、実際に開いてみると意外とためになることが書いてあるというか、全く私も感じている、今現に感じていることがそのまま、書かれていて、私も、まあ、5年前から考えたこと、言葉として表現しよう、なかなか、まだ自分の中で、簡潔に、まとめることができないような話が、まあ、そのまま、花房さんの心にも浮かんでいるようで、彼も同じ、私と全く、同じ問題意識思っておられるようです。まあ、花房さんは日本人でキリスト教徒になった、私は、ドイツ人で仏教徒になった、そういう意味では全く逆の視点を持ってますけれども、問題意識はまあ一緒だと。でこのカメラはよく途中で、切れたり、しますので、ここで一旦切り上げて、この本の紹介の続きは次のビデオでやります。それではまた次のビデオでよろしくお願いします。